レクサスの LF1 リミットレスお話を聞きたいと思います。澤さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。この車、今回の多分デトロイトショーで一番注目を集めている車だと思うんですけれども、ありがとうございます。素直にパッと出てきてかっこいいなっていう印象だったんですけれども、この車 LF1 リミットレスっていう、そのいわゆるレクサスフューチャーのって今まで名前をつけてたと思うんですけど、その名前の意味っていうのは。なるほど。ですね、昨年からLC を出して、はい、LS を出した、それを新しいプラットフォーム、パワートレインで出したということは、社内的にはレクサスにとっての新しいフェーズの始まりだったんです。で、その新しい始まりをスタートをして、そのステージで初めて作るコンセプトカーということで、1という番号をつけました。新しいチャプターの1番目のコンセプトモデルである。で、今後作るコンセプトモデルが次は2番になる、はい、で、それだと分からないので、それぞれの車両にある特別な意味を込めてリミットレスという意味合いを後ろにつけている。これはやっぱりどこへも行けるだとか、さまざまな障害を乗り越えられていくんだという思いを込めてリミットレスという。それは道なき道もありますし、道を選ばない、ありますし、さまざまなテクノロジーでも障害を超えて新しい価値を生むという意味でリミットレスにした。新しい価値ってどういう価値ですか？それはいろいろあると思うんですね。例えば、コネクティビティだとか自動運転が一緒になることによって新しいドライビングプレジャーが作れないかとかいうこともありますし、例えばそのオフロードパフォーマンスとオンロードパフォーマンスの、これまではLC のようなオンロードパフォーマンスでやってるんですけど、オフロードで新しいパフォーマンスって何だろうかとか、いろんなところで新しい価値が出していけるんじゃないかと、カテゴリーが変わることによってそういうことが出していけるんじゃないかという期待をしています。なるほど。レクサスのクロスオーバーというと、RX と NX ありますけど、サイズ的に見てもそのフラッグシップじゃないかなっていう気がしてるんですけども、サイズ的にはかなり大きいところで、私たちはラグジュアリーライフスタイルブランドを標榜しておりますけども、 LC がありセダンが LS があるという中で、クロスオーバーがもしあればトップラインとしてはラグジュアリーなライフスタイルというものがご提供できるのではないかということで、一応トップラインというカテゴリーで提案させていただいた。今レクサスだと LX と GX という、いわゆる本格SUV をラインナップしてるんですけど、それの置き換えではないと、ね、ないということですね。ライフスタイル的に純粋なオフロードというよりも、もっとこのアーバンライフスタイルというところで、クーペ、セダン、SU というものを並べてみたらどうなるかという提案になっている。なるほど。ズバリこれは市販化の可能性というのは、今回の多分ショーの反響だと思うんですけど。そうですね、おっしゃるとですね、これはあくまでデザインスタディコンセプトモデルですけども、ショーの反響だとか、ジャーナリストの皆さん、お客様の皆さんからの反響を見ながら、もしそれが私たちの想定以上の反響があれば考えたいと思っています。僕はもうぜひ市販化させてもらいたいな。ぜひ応援いただければ実現したいと思いますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。